どうも、新宿なんつ先生、よろしくお願いします。いや、僕が大学生の頃に、うん、あの友達とユニバーサル・スタジオ・ジャパン、うん、USJ に行った話なんですけど、うん、なんかすごい嫌な大学生だったんです、僕。どんな感じだったの？自分のこと面白いと思ってるやつで、あ、はいはいはい、なんかでっかい地球儀あるでしょ、うん、みんな写真撮るような、うん、ところで、あのミッキーマウスのタオル掲げて写真撮るみたいな。嫌だね。でもうなんか遠くから赤い鳥がこうやって赤い鳥、赤い鳥、あのウッディウッドペッカー、ウッディウッドペッカー、うん、名前も知らねえか、うんうん、そうで行ってたんですけど、もうなんかね、あのその時ちょうどスパイダーマンのあのアトラクションがなんか、はい、改装するだか、うん、新しく始まるだかでやってなかったんですよ、うん、タイミング悪くて。でなんかでもその代わりになんか広場にスパイダーマンが現れるよっていうのをなんかキャストの人が伝えてきたんですけど、うん、その時の感じが、うん、なんか大変です。スパイダーマンが、スパイダーマンが逃げ出しました。あるよ、あるある。噂ではなんか12時頃にはなんかあそこら辺の広場に現れるそうですみたいな。本当そんな感じだったか。いや、そんな感じだったんですよ。まあ、あるけどそういうの。そう。で、俺面白いと思ってね、自分のこと。俺コント仕掛けてきたなと思って。どい。コント仕掛けてきたと思って。で、大変ですね。スパイダーマン中の人。スパイダーマン役の人が逃げ出したってことですか。うわ大変ですね、探しましょう、一手伝いますみたいな。めっちゃ乗ったら真顔で、はって言われて、そんなことある。ゲストがそのキャスト対ゲストっていうんですか、わかんないですけど、その客と、ね、そのスタッフ側みたいな、じゃあでも人対人みたいになっちゃった。それのせいで、いや大阪怖えなって芸人が聞いても多分嫌だよ、今の。だって普通にすっごい恥ずかしい。嫌な話だ。コント、まあいいや、まあ、